どうも、じゅうさんぽです。じゅうさんぽです。まだリモートワーク中です。なかなか聞けないね。今日は、ちゅうつりの DJ ガクにも来てもらってます。イェイ。リモート中、作曲活動に慢心してますよ。元気ですか？ああ、ちょっと元気ないよね。ライブないからね。そうね。もう、1ヶ月？で、もう1ヶ月以上だね。そういうわけでね、今日は、ちゅうつり3人で、ちゅうさんぽ、やっていきたいと思います。それでは、ちゅうさんぽ、スターティン。スターティン。皆さん何してます？毎日ご飯作ってる。時間あるからね。普段より凝ったものを作れるよね。煮込み料理とか作れるね。ガクも料理とかすんの？ガク調理師免許持ってるから。あ、そうなんだ。東京農大で昔とりました。ああ、東京農大。うちの近くじゃない。はい、料理得意なの？料理得意なんだけど、全然話変えちゃうんだけど、はい。こういうのをすごいやらない？ウーバーイーツと、エマイカ。エニキャリと、エマイカ、噂の。そう。やったらすごい早く来るのね。15分ぐらいで来るよ。知らなかった、うん。しょっちゅういるよね。そう、ポジション取りが大事みたいで、待ってるんだよね、うん。角にスタンバってるチャリの人がたくさんいる。プロがいるね。なるほど。この中散歩でも紹介した、ファインミーのお店やってるらしくて、で、さっき、ガクから、なんか、ウーバーイーツの招待みたいなやつもらったじゃない。で、やろうと思ったら、ちょっと今日はできなかったみたいだけど、いつもはね、できるっぽい。出てきた、検索したら。それさ、やってみて分かったんだけど、自分のお気に入りの店が、どのサイトで販売してるかをうまく理解すれば、それぞれのところで、初めて頼むみたいに割引になって、お気に入りの店の食べれるんだね。なるほど。というわけで、料理作ったりみんなしてんのね。してます。料理作るね。なんか買い物とかした？まあ俺は結構もうアマゾンで相当買ってるけど、いろんなものを。アーキューリーダー買いましたよ。ババン。もしかしてそれは。ジェイソンマークでおなじみの。ジェイソンマーク。お、いいじゃないですか。早速買ったんだね。このブラシついてて、ここにかけるだけっていうのが楽でいいよね。水洗いしなくていいから楽だし、最後布で拭き取って終わりなの。これ楽そう。だから、ね、すごい、皆さんよかったら。使ってみてください。私も欲しい。いろんなものを紹介 していきます。最近なんか買った？私はスニーカーだよ。あ、この間のやつ？そう。あれ、ゆず買ったじゃん。欲しくなっちゃって。あの後ね、俺も買ったんだ。売られて買っちゃった？ナイキのサイトだったんで、ちょっと買ってみました。おしゃれじゃないですか。スニーカーも一足頼んだのね。これ届いたら紹介しようかな。うん、ぜひ紹介してください。もう散財が続くんだけど、ユニクロもね、ちょっとね、いろいろ買っちゃった。これ買っちゃったやつ。うん、下北沢で。前の中散歩買っちゃった。あれ、長 T 買ったでしょ？うんうん。あれ、すごい調子良かったんで、黒の長 T 使いやすいかなと思って。これからほら、T シャツの下とかに着れるじゃない。ガクは、その、ジェイソンマーク以外なんか買った？どこそこ買ってるよ。スニーカーシリーズ。買った？これもう入っちゃってるけど。ジョーダン1。いいじゃないですか。オレンジ好きなんだよね。こっちの方が、シュートリっぽいよ。ズバババーン。お、ジョーダン。お！おそろじゃないですか。ブラックキャッツ出ました。出ました。いいよね。憧れの。ジョーダンが一番ね、輝いた時に本当に履いてたやつだからね。ジョーダン6。タンがさ、ちょっとプラスチックっぽいのもいいよね。わかるかな？ここ、ね、これ、かっちりしてるんだよ。ちょっと未来でしょ？うん。うん。すごいいいと思う、うん。ちょっとアート作品だよね。ジョーダンシリーズの中では、ソールも意外としっかりしてるんで、よく売ってたね。ジョーダンの箱がかっこいいよね。この箱なかなか捨てたくないんだよね。値段跳ねずに買えたな。ワームとかいうネットのシューズショップで買ったな。基本的にググって探すだけだからさ。買いたいの決まってれば。うん、はい。東京靴流通センターっていうのがいいよ。あれはね、もう奇跡だよ、あれは。面白いのある。地方穴場だね。秩父で買った。ね、あれやっぱすげえ良かったもんね。まあ、プレミアついてなくてもいいやつはいいから。地方に行けってことだよ。今ダメだよ。そう、今ダメだよ。あとね、物株結構いいよ。サイト？サイト。ネットオークションみたいな。シューズ専門？靴だけ。それこそオフホワイトとか、結構プレってるやつあるでしょう。トラビスコ。チョップとかで買うよりは全然安いんだよね。本物鑑定証っていうのがついてんだよね。安心だね。いいと思うよ。いいと思うよっていい言葉じゃない。
うまく責任を回避してるよね。ちょっと無責任だけど、魔法の言葉です。というわけで、アマゾンで買い物したり、曲作ったりも、アマゾンプライムビデオ見る？NHK オンデマンドだけだな。古いやつ全部見れるの。でもね、契約円もすんだけど、大河とか、サドラとかね、そういうのが好きな人は、うん、何十年も前のから全部見れちゃう。あの石原さとみが若い時とか見たければどうぞ。NHK 好きなら悪くないよ。そうだね。まあ、僕はもう大のアマゾンファンなんで。もうベゾスがいなかったらもう僕生きていけないかもしれない。もう家にあるものの5割ぐらいベゾスから買ってますからね。いいと思うよ。いいと思うよ。いいと思うよ。アマゾンプライムビデオで費やされちゃうんで。アマゾンに吸い取られてます。もうアマゾン。アマゾンっていう T シャツ着ようかな。いいと思うよ。いいと思うよ。新曲もそろそろね、作る予定なんで。国から補助金が出るみたいな。うん。今日からそれもやっていこうと思いますんでね。必ず400に残るぞ。なんか今募集してるらしいんで。音楽だけじゃないからね。敵は多いよ。こんな時間あることないでしょ、今までの人生の中で。その分、リミックスとかね。こんな時しかできないからね。僕ね、結構平気なの。私も平気なんだよね。なんかやっぱリハとかできないのがちょっと厄介だなと思って。さすがにさ、本域でさ、歌とか歌えないじゃない。やっぱ隣の人とか申し訳ないじゃん。まあみんないるからね。まあそれでも。ロックボックスでもね、やってればいいのにね。まあでももうちょっとの辛抱じゃない。もう6月になったら始まるでしょ。多分ライブとかも。ぼちぼちね。やるんじゃない。恐竜はやる感じみたいな。しかも今度ね、ベースもいるんだよ。ついに。ステージにはまんないんじゃない。まあハーツ広いからね。ハーツぐらいだよね。そうだね。ハーツは意外と天井も高いし、まあ僕、恐竜じゃないですけどね。プロデューサー。あ、そういえば、ガク、ペット飼ってるっていう噂なんだけど。いや、かわいい。おー、かわいい。ココちゃん。ココちゃんです。ココちゃん。噛まれてます。ココちゃん、かわいいね。あ、ココちゃん、女の子ですか？おかまになったよ。もっと男の子。そうです。はい。そういうわけで、もうちょっとリモートワーク続きますが、ね、中散歩もちょっと頑張っていきますんで、皆さん、応援よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もしたらいいと思うよ。いいと思うよ。いいと思うよ。いいと思うにゃん。それじゃあまた来週お会いしましょう。中散歩でした。中散歩でした。またね。またねー。